ねえねえ、マリサ。ゆとり世代の人たちは、円周率は3って習ったのよね。いや、そんなことない。どの世代も 3.14 だぞ。学習指導要領に合った目的に応じて3を用いる、という文言が拡大解釈されて広まったんだ。え？そうだったのね。でも、ゆとり教育って詰め込み教育を見直して、自分で考える力をつけるためのものだったんでしょ。だから、円周率は3って教えて、実は3より大きいことを自ら発見させる狙いがあったのかなって思ったの。そういう狙いにぴったりの問題があるぜ。2003年の東大入試の円周率が 3.05 より大きいことを証明せよ、という問題だ。めちゃくちゃ短い問題。解説を聞けば霊夢でも理解できる問題だぞ。私にもわかる東大の問題なら、気になっちゃうわ。なら今回は円周率が 3.05 より大きいことの証明について解説していくぜ。よろしくお願いします。まず、円周率について復習しておこう。霊夢、円周率ってなんだ？このチャンネルで何回も出てきたから、そんなの楽勝よ。円周率は直径に対する円周の比よ。つまり、直径分の円周で、これを π で表すの。よし、よくできた。直径1の円の円周の長さということもできるな。そして、直径が2倍になると円周は2倍になるから、この比はどのような大きさの円でも一定だ。その値は無理数で、3.14159 と無限に続く。それじゃ、3.14 って習うけど、本当は正しくないわよね。まあ、確かに 3.14 は近似値だから、目的によっては十分でないこともあるな。例えば、直径1メートルの円周を、円周率 3.14 で計算するか、円周率 3.141 で計算するかで、1ミリのズレが出る。たった1ミリだったら、気にしないけど、建築物とかの欠陥につながることもあるかもね。実用上、円周率をより大きな桁数まで求めることは、重要な問題だった。さて、東大の問題を考える前に、円周率が3より大きいことを証明してみよう。3の方がキリがいいから、簡単になりそうな気がするわ。さっき言ったように、円周率は直径1の円の円周に等しいから、この円周が3より長いことを示せばよい。そこで、直径1の円に内接する正六角形を考えてみる。霊夢、この正六角形の周の長さは円周と比べてどうだ？見た感じ明らかに、正六角形の周の方が短いんじゃないかしら？そうだ、円周上の2点を最短距離で結ぶのは直線だからな。正六角形の周の長さはどうやって求めるの？この正六角形をこのように対角線で区切ってみる。すると、一辺の長さが半径に等しい正三角形が6個でき、正六角形の一辺の長さは半径に等しいことがわかる。つまり、正六角形の一辺の長さは2分の1ってことで、周の長さは、その6倍だから3ね。その通りだ。そして、円周は内接する正六角形の周の長さより長いから、円周率は3より大きいということになる。なかなか面白いアイデアね。私じゃ絶対に思いつかないわ。東大の 3.05 の問題も同じようにできるの？そうだ。円周よりも短くて、計算しやすいものとなると、円に内接する正多角形の周を用いるのが良い。そして、その正多角形の周の長さは、3.05 より長いものでなければならない。正六角形よりもっとカクカクしたやつよね？なんとなく偶数の方が良さそうだから、正八角形かしら？正八角形だと、3.05 に届かないなんてこともあるかもしれないから、余裕を持って正十二角形でやってみよう。なかなか慎重ね。直径1の円に内接する正十二角形を考え、正六角形の時と同様に、対角線で区切る。そうすると、この部分の角度が30度で、それを挟む2辺の長さが半径2分の1に等しい二等辺三角形が12個できる。正十二角形の周の長さを求めるには、この二等辺三角形の底辺の長さが必要だ。霊夢、問題だ。この辺の長さはどうやって求める？いろいろ線を引いて、長さとか角度を求める図形の問題って苦手なのよね。そういう時は、三角比を使ってみるのが便利だ。例のサイン、コサイン、タンジェントのおまじないね。どんなものだったかしら？忘れちゃったわ。仕方ないな、重要だから、少し復習しておくか。まず、直角でない角の一つがシータである直角三角形を考え、その対辺の長さを、A とする。直角の対辺の長さを C、残りの辺の長さを B とすると、サインシータイコール C 分の A、コサインシータイコール C 分の B、タンジェントシータイコール B 分の A と定義される。そうそう、思い出した、二つの辺の比だったわ。そして、θが同じであれば、辺の長さが違っても、直角三角形の形は変わらないから、三角比は直角三角形の大きさによらないというわけだ。この性質を使えば、遠くの場所までの距離や、高い建物の高さを簡単に測定できるんだぜ。ふーん、どうやって？例えば、東京スカイツリーから500メートル離れたところで、その高さを測りたいとしたら、そこからてっぺんを見上げた角度を測ればよい。その角度が52度だったとすると、タンジェントの定義から、タンジェント52度イコール距離分の高さだ。ここで、タンジェント52度イコール、1.2799 であることを使うと、高さイコール距離かけるタンジェント52度イコール、500メートルかける 1.2799 イコール640メートルとなる。
でも、東京スカイツリーの高さって、武蔵だから、634メートルじゃなかったかしら？もちろん、角度を精度よく測ることができれば、正確な高さ634メートルが得られるはずだ。角度がわかれば高さがわかるって、便利な方法ね。少し話がそれたが、本題に戻ろう。この部分の角度が30度、2辺の長さが2分の1の二等辺三角形の、もう一つの辺の長さを求めるところだったな。わかりやすいように、この部分を拡大するぜ。この二等辺三角形の頂点から底辺へ垂線を下ろすと、斜辺が2分の1、一つの角が15度の直角三角形を得る。そこで、三角比の登場ね。そうだ、霊夢、この直角三角形の15度の角の対辺の長さを三角比を使って求めてくれ。この場合はサインを使ったらいいみたいね。サインの定義から、サイン15度イコール斜辺分の対辺だから、対辺イコール斜辺かけるサイン15度イコール、2分の1かけるサイン15度となるわ。そうだ、そして、その2倍が欲しかった二等辺三角形の辺の長さで、サイン15度となる。でも、サイン15度がどのくらいか全然わからないわ。そうだな、サインやコサインの値を知るには、スマホやパソコンに備わっている関数電卓が必要だな。でも、試験では、スマホは使えないわよ。だから、代表的な角度の三角比の値は覚えておく必要がある。さらに、知らない三角比を、知っている三角比を使って、書き換えるための公式も必要だ。わぁ、覚えるの苦手。まあ、ある程度は仕方ないな。覚えておくと良いのは、角度が30度、45度、60度の時の三角比だ。三角定規の角度ね。今回の問題は、この中で30度の三角比を知っていれば解けるんだ。一つの角度が30度の直角三角形の辺の比は、このように、1対2対ルート3になる。1対2対ルート3のリズム感はなんとなく覚えているわ。この時、三角比の定義から、サイン30度イコール2分の1、コサイン30度イコール2分のルート3、タンジェント30度イコールルート3分の1となる。サイン30度の値は分かったけど、欲しいのはサイン15度の値よね。ここで使うのが半角の公式だ。半角の公式ってどんな公式なの？サイン2乗2分のシータイコール、2分の1マイナスコサインシータという公式で、この公式を使えば、ある角度の半分の角度の、三角比を求めることができるんだ。そんな便利な公式があるのね。半角の公式で、シータイコール30度とすると、サイン15度の2乗イコール2分の1マイナスコサイン30度となる。確かにサイン15度が出てきたわ。そしてコサイン30度はさっき求めたように、2分のルート3だったから。サイン15度の2乗イコール2分の1マイナス2分のルート3となり、整理すると、4分の2マイナスルート3となる。サイン15度の2乗を外すと、右辺にルートがついて、こうなる。分母はルート4、イコール2ということね。そういうことだ。ただこのままだと、ルートの中にルートがあり、計算しにくいので、もう少し整理していこう。少し複雑だが、このように式変形していくと、最終的にサイン15度は、4分のルート2カッコルート3マイナス1という式で表されるんだ。かなりシンプルな式になったわね。4マイナス2ルート2をルート3マイナス1の2乗に書き換えるところが、結構ひらめくのが難しそうだわ。それくらいできないと、東大には入れないってことだな。まとめると、直径1の円に内接する正十二角形を対角線で区切った時にできる。二等辺三角形の底辺の長さが、4分のルート2カッコルート3マイナス1であることが分かった。正十二角形の周の長さは、二等辺三角形の底辺の長さの12倍だから、4分のルート2カッコルート3マイナス1かける12イコール、3ルート2カッコルート3マイナス1。直径が1の円の円周の長さは、円周率π に等しく。円周は内接する正十二角形の周の長さより長いから、円周率は3ルート2カッコルート3マイナス1より大きいということになる。つまり円周率が 3.05 より大きいことを示すには、3ルート2カッコルート3マイナス1が 3.05 より大きいことを示せばよい。ルート2とかルート3だったら、知ってるわよ。人よ人よ、だから、ルート2イコール 1.414、人並みに、だから、ルート3イコール 1.732。これらは無理数だから途中できると、ルート2、大なり 1.41、ルート3、大なり 1.73 が成り立つ。よって、3ルート2カッコルート3マイナス1、大なり 3×1.41 かけるカッコ 1.73 マイナス1となり、ここを計算すると、3.0879 で、3.05 より大きい。これで π が 3.05 よりも大きいことが証明されたぜ。私にも東大の入試問題が理解できた。これで、私も東大合格ね。解説を聞けば楽勝とか思うかもしれないが、実際に試験でこんな問題に遭遇したら、かなり動揺するだろう。問題用紙に一行だけ書かれていて、あと空白だったら、驚いちゃうわね。問題作った人、何考えてるの？って思うわ。確かに、問題作成者の意図が気になってしまうな。当時は、ゆとり教育で円周率は3として教えるという風潮が広まっていた。ゆとりって大事だけど、ゆとりの意味を履き違えてるわね。だって、円周率の桁数って重要だもの。実際は、円周率は 3.14 として教えられていて、目的に応じて3を用いる、とされていたんだがな。今回の問題は、ゆとり教育に対する社会風刺として出題されたのではないか、と話題になったんだ。
東大の入試問題だったら、社会的影響力も強いだろうね。まあ、東大の問題はよく練られていて両門揃いだから、大学入試や高校教育に与える影響は大きいな。受験数学では、公式や解法を暗記しておけば解けてしまうことが多く、定理や公式を証明まで含めて理解することがおろそかになっている。教科書にある証明なんか飛ばしちゃうことよくあるわ。今回の問題には、円周率のような当然のものとして使っているものも、なぜそうなるのか、きちんと理解しながら学習することの大切さを、再認識させる意図があったのかもしれないな。シンプルで本質を問う問題の方が、難しいのよね。最後に、今回の入試問題の拡張とも言える、アルキメデスの円周率の計算方法を紹介しよう。戦闘の中心で、ヘウレイカを叫んだ人ね。そのイメージしかないのは残念だ。数学や物理で多くの功績を残した偉い人なんだぞ。アルキメデスは円に内接する正多角形と、外接する正多角形を考えた。円の直径を1とすれば、これらの正多角形の周の長さは、円周率が含まれる範囲を与える。さっきの問題では、内接するのだけだったけど、今度は外接するのも出てくるのね。そうだ、内接する正多角形は円周率の下限を与え、外接する正多角形は、円周率の上限を与えるんだ。内接円の時とは逆で、外接円の周の長さは、円周より長いからってことね。そういうことだ。そして、二つの正多角形の辺の数を増やしていくと、正多角形の周の長さは、円周に近づき、円周率が含まれる範囲を狭めることができる。つまり、円周率のより正確な値が得られるんだ。なるほど、面白い方法ね。アルキメデスは正96角形を考えたんだが、その前に、東大の問題の続きから始めよう。まず、直径1の円に外接する正十二角形を考える。前と同様にこの正十二角形を対角線で区切ると、頂角が30度の二等辺三角形が12個得られる。霊夢、この二等辺三角形の底辺の長さを求めてくれ。さっきの問題みたいに三角比を使うのよね。二等辺三角形の頂点から底辺へ垂線を下ろすと、一つの角が15度の直角三角形ができるわ。ああ、ここから先どうしたらいいの？霊夢、この赤い垂線の長さはいくつになる？ここは円の半径に等しいから、二分の一になるわね。その通りだ。ここで、この部分を A と置くと、タンジェントを使って、タンジェント15度イコール2分の1分の A となり、A イコール2分のタンジェント15度となる。この三角形の底辺は、A が2つ分なので、2分のタンジェント15度かける2イコール、タンジェント15度となる。さっきと似たような感じになったわね。そして、半径1の円に外接する正十二角形の周の長さは、二等辺三角形の底辺の長さの12倍だから、12タンジェント15度となる。東大の問題のところで求めたように、半径1の円に内接する正十二角形の一辺の長さはサイン15度で、周の長さはその12倍だから、12サイン15度だ。したがって、円周率 π について不等式12サイン15度、小なり π、小なり12タンジェント15度が成り立つ。サイン15度はさっき計算したけど、タンジェント15度はいくつ？入試問題の解説は終わったから、関数電卓を使ってみることにしよう。関数電卓で計算してみると、サイン15度イコール 0.2588、タンジェント15度イコール 0.2679。これらの値から、サイン15度大なり 0.258、タンジェント15度小なり 0.268 とできる。12×0.258 イコール 3.108、12×0.268 イコール 3.216、であるから、円周率 π の範囲は、3.108、小なり π、小なり 3.216、に絞られる。アルキメデスも、サインとかタンジェントを知ってたの？いや、三角比は使っていなかったが、三角形の辺の比をうまく使っていた。ルートや小数も使われておらず、結果は分数で書かれていたんだ。分数だけって、逆にすごいわ。アルキメデスが正96角形を用いた結果は、円周率は3と71分の10より大きく、3と7分の1より小さいと表現されていた。小数で表すと、3.1408、小なり π、小なり 3.1429 となる。当時すでに、3.14 まで分かっていたのね。それでは、正96角形の場合を三角比を使って考えてみよう。まず、直径1の円に内接する正96角形から始める。これまでと同様に、対角線で区切っていられる二等辺三角形の底辺の長さが必要だ。ここの角度は、360度を96等分して、3.75 度となる。さらに、二等辺三角形を二つの直角三角形に分けて、三角比を使う。直角三角形のこの角度は 3.75÷2 イコール 1.875 度、斜辺の長さは2分の1だから、サインの定義より、サイン 1.875 度イコール、2分の1分の底辺の半分イコール底辺。これを96倍して、内接正96角形の周の長さは、96サイン 1.875 度となる。円周率の加減が分かったのね。円周率の上限は、直径1の円に外接する正96角形を考えればよいが、結果は予想できるだろう。正十二角形の時は、下限にサインが出てきて、上限にタンジェントが出てきたから、今も同じように、下限のサインをタンジェントにしたものが、上限じゃない？お、鋭いな、その通りだ。
解説は正十二角形の時の繰り返しになるから、結果だけ言うと、96sin1.875°、小なり π、小なり96tan1.875°となる。また、関数電卓の出番ね、私に任せて。sin1.875°イコール、0.032719.0、tan1.875°イコール、0.032736、だから、sin1.875°、大なり0.032719.0、tan1.875°、小なり0.032736として、3.1410、小なり π、小なり3.1427となるわ。よし、よくできた。アルキメデスの計算より、少し精度が良くなっているぜ。文明の力のおかげね。ということで、今回は円周率に関する東大の入試問題を解説してきたが、どうだった？円周率は 3.14 って習ったけど、その値に到達するまで、長い道のりだったのね。円周率の計算には長い歴史があり、その計算方法はたくさんあるな。東大の問題にも別解があるが、今回のように図形を使う方法が、一番直感的にわかりやすいだろう。たくさん頭を使ったから、お腹が空いてきたわね。ずっと円を見ていたから、アップルパイが食べたくなったわよ。パイだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画を 3.05 回以上見た人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。